井上ゲーマーのチャレンジへようこそ。皆様お疲れ様です、プレイヤーの井上でございます。今回はですね、こちらですね、非常に久しぶりの、動画投稿となります、ファンタジーライフオンラインですね。もう非常に、レベル5のね、名作、3DS で出たりしてたんですけれども、そちらのアプリバージョンになっています。まあ、ご存知の方の方が多いとは思うんですけれども、これね、ちょこちょこ私やっててですね、なかなかね、動画投稿の機会がなかったんで、久々にちょっとやってみようかなと思いました。で、ちょうどね、これを新しい召喚もやってるんで、ために貯めたライフジェムを一気に解放していこうかなと思うんですけれども、ただ、一気に解放って言ってもね、954個しかないので、20連しかできないんですけれども、まあ、キャラクターがやっぱり欲しいなというところで、まあね、こんな感じですかね。これかな？こんな感じで育ててます。まあ非常にね、アバターの設定を細かく、できるので、こう愛着が湧きますね。この、イノウェイというキャラクター、私に全く似てません。ちょっとね、かっこよく作りました。僕、割かし背が低い方なんで、この背も高めにしてね、作ってみました。それで、まあ180センチぐらいな、あったらいいなっていうところで、このゲームのイメージではこんな感じになってます。実際170センチぐらいしかないんで、全然もう申し訳ないんですけど、このゲームに。まあ、そんな感じでね、楽しんでおります。今ね、これは、ハンターですかね。狩人か。狩人でやってます。で、今回の召喚で出てくるキャラクターも狩人ですね。この、星5の狩人、クロウですね。敵に毒を与え、防御力を下げる。毒状態の敵にさらにダメージアップということで、まあ、非常にね、こう、魅力的な、今ね、私やっぱりカリウド、まあ、やってるので、もう、強いキャラクターをどんどん揃えてですね、ホークもいるんですけれども、まあ、ホークだけじゃね、ちょっとあれなんで、もう一体欲しいなというところで、狙っていきたいと思います。早速ね、行きましょう。で、11連ですね。10連ではなく、11連がライフジェム400個で引けます。で、このね、オリビアも欲しいんですよ。オリビアもすごい狙っててですね、全然出なくてですね、すごい欲しい。ルージュは出ました。で、ジークも欲しいんですよね。ジークも欲しい。結構欲しいキャラがピックアップみたいな形で紹介されてるので、ちょっと、ルージュはね、出ちゃうと、あれなんで、かぶりになっちゃうんで、まあかぶりはかぶりでいいんですけど、できれば新キャラが欲しい、持ってないキャラが欲しいんで、今回狙うのは1番狙いクロウ、2番狙いオリビア、3番狙いジークという形で挑戦していきたいと思います。早速ね、954個のうちの800個を使って20連挑戦したいと思います。ちょっとカーソルをね、合わせますね。いきますよ。イエス、オス。いやー、久々だ、これ。これがねー、いろいろあるんですよね。ミニステラのね、確定のあれとか、演出とかもありますよね。やばいな、これ。これ、青くなんねえかなー。来いよー。途中でね、出てきたりするんで。あー。ミニブタね。ミニブタ。こいつ着ぐるみって言いましたよね。確か着ぐるみですね。着ぐるみ族。あー、リリーさん。リリーさんね。可愛いものが好きだけど、ごまかして、ごまかしてるんですよ。いいキャラですね。あー、ロッタナね。ロッタナ。この子なんだったっけな。出てこねえな。この前まで一緒に遊んでたのにな。木こりだったかな。いや、違うな。サラはね、傭兵ですよね。この子もね、ストーリーで出てきますね。あ、ファボだ。ファボね、魔法使いだったな、確か。出てきたね。途中で加わって一緒にモンスター倒してくれました。あー、つまみね、つまみ。料理師、調理師か、調理師で一緒に料理しましたね。うん。ピンクのね、プリン作りました、一緒に。やばいよ、これ。出ないじゃん。ホリー？
オリーはまだ会ってないな、多分。採掘士だったよな、こいつも見たこと、あ、多分兵、王国兵士かなんかでやると出てくるのかな、服装的に。もしかしたら合ってるかもしれないですね、でもね。あ、初めてだ、オランド。まだいたんだ、初めての。これ、木こりですね。木こりまだやってないんですよね。あ、彼女はね、あれですよね、大工ですよね、カンナ。うん、カンナも一緒に作りましたね、家具とか。ラルフ。ラルフ狩人ですよね、確か。でも一緒に遊んでると思います。記憶がちょっとないんですけれども、ということで、嘘。まあね、魅力の一つとしては、この、レリックレプリカっていうのが手に入るらしいんで、これはね、回収しといた方が絶対いいと思います。まだね、そこまで私、行ってないので、なんとも言えないんですけれども、ちょっと一回リセットします。まあ、22回しか引けないんで、結構厳しいものはあるんですけれども、行きます。22連目、ラスト。さあ来てくれ、頼むよもう、頼む、おー来た、ブルー1個ありましたね。もうちょっと、だいぶどんどん鳴らしましたけど、ブルーが1つありますね。これは嬉しい。これ確定です。ブルー。さあ来てくれ、頼む。3つ目ね。あ、この子ね、釣り人ね、一緒に釣りしました。あのね、金魚ね、なんか珍しい金魚一緒に捕まえに行きましたね。ビオラでしたっけ、次だよ、ビオラ2体目。うわ、怖え、怖えぞ、こっからだよ。来い、黒来い、あれ、反応しない、黒、あー、グランツ、おー、持ってないですね。グランツ、採掘士ですね。いやー、マスターレア、でもよかった、出て。持ってないやつ出てよかったー。こっからでもまだあるんで、ミニステラの確定演出を狙いましょう。リュシカね。リュシカ一緒に狩りやりましたよね。一緒に狩りやった男の子がね、好きなんですよね。ちょっと、恋心を抱いてます。うわー、わからない、チョッポ？チョッポ誰だ、これ。これ、キコリかな？キコリはまだやってないんだよな。ブーリー、これ、見た目的にこう、あれかな？あの、裁縫師かなんかですかね？ちょっと記憶がないなぁ。あ、グリね。グリ一緒に遊びましたね。遊びになっておかしいな。一緒に、こう、ミッションをクリアしましたね。いやー、そんなことはいいんだよ。あ、カル、知らない人だ。また。熱血ファイトレベル4。やべえな、もうすぐ覚醒マックスじゃねえか、こいつ。グリー！ラスト1回だよ、もう。でも、なんだかんだ。あー！リュシカ。これ、リュシカマックスかな？星屑ストーン。あ、もう、とっくにマックスみたいですね。ということで、22連目ですね。見事、マスターレア、グランツ出ましたね。ありがとうございます。ちょっとね、狙いとは違うんですけれども、正直ね、22連で、マスターレア1体回収できただけでも相当いいなと思います。もう非常にね、もう、本当に今までちょこちょこやってたんですけれども、やっぱ、ちょこちょこ程度だと10連1回とかだと、結構出なかったりするんで、まあ、22連でもちょこちょこなうちに入っちゃうのかもしれないんですけれども、まあ、今回のね、新キャラクター、クロウですね。残念ながらゲットできませんでした。で、2番手狙いのね、このオリビアも同じぐらい欲しかったです。本当に持ってる人羨ましい。もう、なんとか手に入れたいなというところで、再度ね、まだ154個ありますので、引き続き貯めてですね、挑戦していきたいと思います。以上、井上ゲーム&チャレンジ。今回は、FLO ファンタジーライフオンラインお送りいたしました。久々で申し訳ございません。開催日ですね。今回の召喚メニュー開催日は1月31日23時59分59秒までとなっておりますので、引き忘れのないよう、よろしくお願いいたします。それではまたお会いいたしましょう。グッバイ。